簡単のアンニュモレリブル。あ、こんなところに大きなアンパン。え？私がアンニュ待ってたらいけないっちゅんかい。ゴキ、いや、ホタルがアンパンの中に混入してたら事件だろ。あんなもの食べられるわけないでしょう。一瞬ゴキって聞こえた気がしましたが、まあ、さすがにアンニュモレルの合図ら的にまずかったかもしれませんね。かもしれないじゃなくて完全にアウトだろ。アンじゃなくてパンニュモレてればよかったでし。同じでしょそれ。くだらないことに時間費やさないで、殺戮の天使実況パート4始めていこうぜ。今回は D3 フロアでデンキースの KO を受ける直前からスタートでし。椅子に座ってんのは、全部人形かよ。そうみたい。なんなんでしょうねこれ。とにかく、お前は先に進む方法を考えろよ。うん、わかった。ザックも、一応何かあるか探して。頼んましよう。おーおお。デンキースの刑罰だけど、どうせ座らなければ大丈夫だよね。どうなんだろうな。どちらかが椅子に座って電気を食らわないと先に進めない仕様だったら。どっちか死ぬやん。中には何も入っていない。布や掃除道具が散乱している。布を手に入れた。ロッカーに入っていた布、かなり汚れている。布なんて手に入れてもな。この布、すごく汚れてる。掃除には使えそうもないな。わざわざ布を取ったってことは、必要になるかもしれないとでも思ったんだろう。右側の棚には何もなさそうかな。ザックは壁っぽいところの前で立ち止まってるね。多分鉄格子なんだろうな。やはり何か仕掛けを解かないと進めないらしい。これ、マジで誰かが電気椅子に座らないとダメ？どうぞ試してみてくださいのぜ。嫌に決まってるでしょ。何かの機械のようだが、起動していない。コードや拘束具がついた椅子が置かれている。何かが焦げたような匂いがする。はい、電気椅子確定。こんなの座って生き延びられるはずがないよ。マジでどっちかが死ぬしかないのか？それなら約束は果たせなくなるよね。こっちは何かあった？どうですか？向こうに扉があるが、この壁が邪魔してやがる。壁？鉄じゃないなら壊せるんじゃないかな？壊さないの？あ、壊せねえよ。この壁、鉄だろ、これ。あのザックが学んでる。一つ賢くなってるね。え、意外そうな顔してんな。そもそも、鉄は無理だって、お前が言ってたんだろうが。よく覚えておりました。鉄は硬いのだ。この部屋、怪しいところはあるけれど。どこも動かないし、飽きそうもないな。人形もどれも変わらなそう。ザックにそう言ってみようかな。怒るだろうけど。仕方ない。手詰まりだって正直に言ってもイライラするだけだよね多分。またイラつかせて暴れさせたら合格ってことにならないかな。なんかあったか？うん。だよ、ちゃんと探したのかよ。うん、多分。でも、このままじゃ出られないんだよ。出れそうにもないって？さしただと。それは、ザックにしては珍しい返答するな。ち、え？やっぱ多少はイラついてるご様子。それでも最初のザックに比べると結構な成長かもな。いや、単に気分によって変わってるだけの可能性もあるでしょ。おい、ほんと何にもねえのかよ。わからない。でも今のところ、まだヒントも見つからないの。ああ？何もねえなら、ここの門壊してみるか？そっちの方が早いんじゃねえのか？壊すんだな。根拠がない。はあ？根拠だ？つうか、壊しちゃいけねえ根拠すらもねえだろうが。とにかく、もう少し待って。ああ、イライラすんな。いや、マジで壊すつもり？あ、え？前にも後ろにも進めねえ。こういうのが一番かったりんだよ。あなたは死ぬ気ですか？マジで電気椅子のこと知らないんだな。レイちゃん早く立ち上がらせて。ねえ、その椅子。あんまり座らない方が。あ、うっせえな。だりんだよ。レイちゃん、もうちょっと危機感持って注意してあげて。普通ならとっさに止めに行くはずなのに超マイペースで草。早く教えてあげなよ。電気椅子って言っても通じない可能性ありそう。ねえ、降りた方がいいよ。なんだよ、お前さっきから、調べても何にもなかったんだろうが。でも、その椅子。あ、この椅子がなんだよ。はよ教えてあげて。その椅子は、多分、処刑用の、電気椅子。レイちゃん教えるの遅いって。でも今なら立ち上がればまだ間に合うでしょ。ぼーっとしててくさ。あ。え？あちゃー、こりゃもう逃げられないだろ。あ？なんだよこれはよ。おい、レイ。どうにかしろ、これ。わかった。ちょっと待って。どうやって外せば。出たよ、あの女の笑い声。上からディスプレイが現れたな。あ、B3 フロアのボスの姿だよね。こいつが断罪人。はーい。画面越しにて失礼いたしますわ。嫌な顔してるわー。私が、このフロアの断罪人よ。その目に焼き付けてちょうだいね。貴様、まずは名前名乗らんかい。あ、キャシーって名前みたいだぜ。ここからだぜ。さて、罪人どもはいかがお過ごしかしら。うるせえババア。あら、嫌だ。ザックがそこに座ったのね。くっそ。おい、てめえ、これを外せ。マジでこのままだと一生積んじゃうよ。何言ってるの。は
外すわけないじゃない。罪人に罰を与えない断罪人がいて。あ、ザック。まるで化け物のあなたが、私の罰にどれだけ耐えられるか楽しみで胸がドキドキしているわ。あべし。ちょ、ついに電気ショックが。なんで電気ショックで安倍氏視点ダンブル？こらこらこら、そんなに電撃ビリビリさせちゃダメだって、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、ちょ、これはさすがに。とんでもない威力だったよね。どう考えても人間が耐えられるような電撃じゃなかったんだけど。電撃チューブ。あらやだ。ザック？おいしゃしーふざけんなよ。ザックが死んじゃったら一生ここから出られなくなるじゃないのよ。レイちゃんだけじゃ突破できないところたくさんあるんだって。言ってな、この野郎。あ、あれだけ強烈な電気を浴びても死んでないだと？いや、やはり前回の予想通り、ギリギリ死なない程度に抑えてあるのか？すごいわ。生きてる。生きてる。殺人鬼で、化け物で。まるで理想の罪人だわ。理想の罪人って何よ。うるせえ。喜んでんじゃねえよ。ぶっ殺してやるから、外せ、ほら。どうやら長時間痛めつけられる罪人だと知って喜んでるらしい。そうね。じゃあ、今からザックの電気椅子をずっとビリビリさせちゃうから、そりゃあかん。その間に、レイチェル・ガードナーが、この電気椅子を解除すればいいわ。うまくいけば、ここを通してあげてもいいわよ。いやいや、電気椅子に電気流れてる時にどう解除すりゃいいのよ。やめて。さすがに死ぬ。あらやだ、この子。ザックがどれほど、化け物で、しつこい罪人かを確認する。それが、楽しいんじゃないの、このサディストババア。それに、罪人に決定権があるとでも思って、レイちゃんは罪人ちゃうわ。はいはい。今から断罪が始まりまーす。お集まりの皆様、ちょ、まさかこの人形。動き出したよ。日記罪人の苦痛に歪む姿を楽しんでくださいませ。いやいや意味わからないよ。人形が観客だって。おい、レイ。お前、わかってんだろうな。ここで、やらなきゃてめえは、約束一つ守れねえってことだ。うまくやれ、役に立つって言ったろうが。どうすりゃ助かるのよ。でもってな、俺にこのイカレサド女をぶっ殺させろ。たくさんの人形を処刑時の監修に見立てるとはどういう趣味なんだろうな。そんなの知るかよ。わかった。頑張る。頑張るったってどうすりゃ。罪人を憎む監修の視線。その視線こそが、罪人の死の価値。ここでは、監修の目が罰を下す。か。監修の目が罰を？はい。スタート。いやいや勝手に始めようとしないでよ。では行くぞ。マリサさんただでさえ顎上がってるのに大丈夫？しまった調子乗りすぎた。監修の目。この人形たちが監修ということ？どうすればいいんだろう。か。監修の目が罰を下し。電流が流れている。近寄ると危ない。こんな光りまくるほど電撃浴びたら普通即死だよね。は、早く解除しないと。いくらなんでも長くは持たないよ。おや、一部の人形だけ動いてなくね。ほんとだ、動いてない。人形は動かずに静かに座っている。まるでうつむいているように見える。この人形は動いていない。それに、顔を下げてる。前を向くのが嫌なの？この人形、後ろを向かせることができるみたいね。あ、早く、しろ、よ。何してんの？急ぐ。なぜ回さずにそのままにしたんだよ。いや、回すのちょっと怖くなって。今はできそうなことやっていかないといけない状況だろう。そうでしたね。後ろ向けてみました。すぐ近くにも動いてない人形あるよ。こいつも後ろ向けてみましょうか。トロして、じゃ、ねえ、よ。もう少し待ってね。頑張る。下の段の一番左も動いてないよ。神様に誓って殺してくれると約束してくれたザックがしびれまくってるのに、レイチェル以外と冷静そうで草生やしてる場合じゃないって、超緊急事態じゃないのよ。あれ？電流が。少し電流が弱くなった？見てみよう。いや、様子を見に行ってる場合じゃない気はしますけど。ほんの少し、電流が弱くなった気がするけど、ザック、どう？何がだよ。まだダメだな。もっと人形の視線をここから外せばいいのかな。あ、だよ。まだいけそうだな。頑張って。罪人を憎む監修の視線。監修の目が罰を下す。人形を3体後ろに向けたら電流が弱まったのはそういうことか。じゃあ片っ端から全部後ろ向ければいいんだよ。無理んだよ。って言っても、次はどの人形を動かしていけば。おや？こいつだけ首の振り方が周りとずれてる？いっそ胴体が固定されて動かないが、首だけならば後ろに回せそうだ。なるほど、首のパーツがガクガクなのね。でもあえて何もしないと。てめえ、俺が、死んだら、わかって、だろうな。死んだら何もできない。それは困る。リブルがザックの耐久力測り出してくさ。やっぱサイコリブルかよ。いや、その、意外とザックのセリフが用意されているようで、大体攻略方法はわかったので、一旦は様子でも観察してみようかと。そういうことしてるからサイコリブル言われるんだぜ。ザックには今だけ罰受けさせても。ぶっ殺してやるぶっ殺してやるぶっ殺してやる、ぶっ殺してやるぶっ殺してやるぶっ殺してやる。誰を？うる、反応。
すん？な、さっさと、助け、ろ。ここまでビリビリしてる割には全然元気そう。本人の苦しみは相当やばいと思うんだけど、本人以上に苦しみながら死んでいった人たちの分ビリビリさせるのも悪くないのかと。つまりリブルは断罪人キャシーの考えに賛同すると。いやいや、あのサディストババアに全面的に賛同はしてないでしゅ。ついに叫び声上げるだけになってきたけど、リブル、BGM に合わせてレイチェルを動かすのやめんかい。え、いやー、ラックが何か喋るまでの間が意外と長いもんで。電気椅子の刑に処せられてる人を眺めながら音楽に乗り乗りブル。連続殺人とはいえ、さすがにここまでするのは心が痛いとは思ってますからね。あ、そろそろやばいのかも。ちょっといじめすぎじゃない？うるさくてもいい。言ってるなら喋って。わが、ママか、よ、てめえ？こっちは、死にかけて、だよー。よかった。無駄に耐久性抜群な殺人鬼でしゅね。これだけ長時間電気浴びても死ぬ様子がない。実は制限時間あるようでないんじゃないでしょうか。もういいからさっさと人形を後ろに向ける作業再開したらどうだ。もうちょっとだけ見てみましゅ。キャシーリブルじゃんこれ。あのババアと一緒にすな。あの後しばらく観察してましたが、ラックが全く喋らなくなったので、人形の視線を外していく作業再開しましゅ。喋れなくなるほど放置してから作業に入るとか鬼悪魔か。椅子も体も首も、しっかりと固定されていて動かせそうにない。中には視線を外せない人形も置いてあるっぽいんだけど、そんなのはどうでもいいから、動かせるやつだけ後ろに回せばいいんだよ。無理んだよ。完全にこの状況楽しんでんじゃねえかリブル。いやいや楽しいかと言われれば楽しくはないって。とにかく電圧を下げることができればまた喋れるようにはなるはず。いや、喋らないってことはもう死んでる可能性高いだろ。それはダックの耐久力を信じましゅ。さあどんどん首の弱い人形たちをへし折っていくよ。あと首の振り方が違うのはこいつだけのはず。これでまた弱まるかな。お、うまくいってるようだな。やっぱり、さっきより電流が弱くなった。でも、残りの人形の視線をどうやって電気椅子から外そう。せめて人形の頭をどうにかできれば。そういえば、ダックが鎌を持っていたっけ。頭を鎌で切り落とそうというのね。でも鎌は電気椅子のところに。ラック、マシになった？あ、ふざけて、のか？てめえ？言ってる。ねえ、ラックの鎌、こっちに投げられない？は？あ？あ？貸して、必要なの。かなり無理があるんじゃ。て、ねえ？その、代わり、絶対に、どうにか、しろよ。マジかよ。届いてない。指示、出て、だよー。あとは、てめえで、どうに、か、しろ。ラックの鎌が鉄格子の向こうに転がっている。熱い。直接、触れない。鎌投げる体力が少しでも残ってたのは不思議だな。ラックがどれほど化け物かなんてやつは言ってたけど、ここまで耐えられるとかマジで化け物やん。は、早く鎌を。わかってるって、布を使って慎重に取りましゅ。この布で掴めば、なんとか。感電しないように気をつけてねー。ラックの鎌を手に入れた。これすごく重いな。ラックみたいにスパッとはいかないかも。頑張ろう。おっく、重たい鎌。刃は鋭く、切れ味が良さそうだ。重たすぎて切ろうとしても切れないなんてことありませんように。鎌、借りるね。な、こと、分かって、だよ。さっさと、しろよ。地味に嫌がらせ挟んでいくスタイル。嫌がらせじゃないでしゅ。ラックがまだちゃんと喋れるかどうか確認してるだけでしゅ。ここまで痺れても死なないんだったら、多分一生死なないよね。マジで時間制限ないのかもな、ここ。鎌が重たくて素早く移動できないでしゅが、じっくり確実に切り落としていきましょう。リブルが大量落札してるように見える。これ人形だから。というわけで残り1体だけになりました。なんで1体だけ残してザック見つめてんの。わかってましゅよ。多分これで電気ビリビリは止まると思いまっしゅ。全部切り落とすのにだいぶ時間を要したが、この間にザックが死んでしまってる可能性は否定できないな。いやあ、あいつ人間卒業してるから多分大丈夫っしょ。止まった。ザックは、無事？時間かかりましたが、やっと止めることができました。時間かかったのは眺めてたせいだろ。鉄格子の鍵は開いてる。じゃ、ちゃんと生きてるよねー。ザック、大丈夫？すべて終わりましたよ。寝たふりしてないで次行くよ。ザック？あれだけきつい目に合わせられて寝たふりすんなとかひどすぎだろ。冗談でしゅよ。てか、マジで死んでないでしゅよね。え？え？おい。とんでもない生命力だな。マジ化け物かよ。遅いんだよ。おかげでどんだけ痺れたと思ってんだ。めっちゃ元気だねー。心配して損しました。生きてた。不死身だな。ああ、当たり前だろうが。いや、以上だよ。よかった。死んでたら、どうしようかと思った。バカ、そう簡単にくたばるかよ。すごい。すごいの一言では表せないレベルでしゅね。てかまたあのババアが画面に。電気椅子の刑はクリアしたぞ。
次はどんな刑罰受けさせるつもりだよ。落書き通りの順なら、次は毒ガスかな。本当にすごいわ。まさか生きちゃうなんて。やっぱり、化け物の殺人鬼はタフでしつこく生きてこそ魅力的だわ。ああ？模範的で理想的よ、ザック。実は、あなたの死ぬ瞬間を見るのも楽しみだったけど。私は優しいから、彼女の努力を買って。ここは通してあげる、だ。第一関門突破だね。それに、罰は一つじゃないもの。罪の数だけ、罰もある。素敵でしょ？次が毒ガス刑だとして、それを乗り越えたとして目視差しの刑、注射の刑が待ち構えてますよね。なんだかんだでなんとかなりそうだけどな。あの、クソサド女。ゲラゲラと笑いやがって、イライラするんだよ。確かに笑い声がね。モニターじゃなきゃ真っ先にぶっ殺してやったのによ。ザックみたいな殺傷能力高いやつの目の前に出てくるわけないでしょ。さて、次行きましょ。おい、それ返せ。はい。かまどうもでした。ああ。だこれ。クズみたいなもんがすっげーついてんじゃねえか。それで人形の首を切ったから。それがなかったら一生ビリビリしてましたよ。しかしすごい絵面。おい、なんだよ、この人形のバラバラ殺人現場。お前、何してんだ。人形の視線が仕掛けみたいだったから、ザックに向けないようにしたの。変なことに鎌は使うし、俺は電気食らうし、踏んだり蹴ったりだな。半分はザックのせい。確かに。うるせえな、お前がもっと注意しろよ。ほら、行くぞ。何の警戒もせず座ったザックが悪いんだよ。レイちゃん悪くないでしょ。電気椅子に座ってるところを遠慮がちに注意してたのも問題だろ。どっちもどっちですよね。胴体だけの人形が座っている。刑罰に処せられている監修の首をへし折ったり切り落としたりすることで、レイちゃんも罪人っぽい感じになっちゃいましたね。うーむ、罪を犯したり歴が一切ないにもかかわらずこんなことさせられるのだろうか。だからそういう不吉なこと言わないで。あたいはレイちゃん潔白だと信じてるよ。窓の内側が汚れていて、よく見えない。引っかき傷のようなものもある。窓の内側に引っかき傷。この中、絶対毒ガスルームじゃん。もがき苦しんだ後、厳重注意と書かれた扉だ。親切にも警告書いてくれてるんだな。おい、何やってんだ。扉があんぞ、行かねえのか。見るからに危ない。なビビってたら、先に進まねえだろ。さっきのことで、少し慎重になった方がいいと思う。ちゃんと学習してるかと思いきやしてないのかよ。グズグズしてねえで、行った方が早いだろうが。ザックは、たまに石橋を叩いてもいいと思う。はぁ？じゃあ結局壊すんだろ。あんま変わんねえじゃねえか。変わるし、そもそも意味が違う。ザックに例え話は通じないだろうな。鉄は壊せないって学んだのに、危険そうな場所に行っちゃいけないことは学べないと。扉には鍵がかかっている。ぬわーん。閉まってる。毒ガス室強制連行だな。おい、開けろ。毒ガスなんて耐えられるはずないので許して。返事がないね。あの女のことだ、どうせ見てんだろうけどな。今頃どんな表情してるか容易に想像がつきまし。ザックは、このビルのこと、どこまで知ってるの？ああ？前にも似たような質問したろ？ええ、でも、ここの人たちのこと、どこまで知ってるかと思って。はあ？ここの奴らだ？どこまで知ってるのかな？気持ち悪い奴ら、ってことしか知らねえよ。そうなの？そもそも、移動以外で他のフロアはうろつかねえ。稀に顔を見せるような時もあったけどよ。あいつらまともじゃねえから、ろくに話もしてねえよ。まともじゃない。でも、殺したくはなるの？あ？ザックもまともじゃないよ。多分レイチェルもだけどな。なんでもない。さあ、他を探そう。これ、結局毒ガス室に入るしかないやつ？先に進めないんだからそういうことでしょう。次は毒ガスに耐えきれたら合格ってやつかな？そもそも耐えられるものなの？こっちに行くしかねえな。とても、危ない感じがする。ここで危ないか危なくねえかなんか考えても意味ねえだろ。いや、少しは考えた方がいいでしょ。おい無視すんなよ。ザックは少しくらい、考えてもいいと思う。レイちゃんだってそう言ってるじゃない。なんなんだよ、お前は。毒ガス室に入る前にセーブくらいはしときまし。その前すでにセーブしてたけどな。うるちゃい。では覚悟を決めて中に入るよ。うへえ、何この部屋。やっぱり。くっそ。まあ、でも鍵閉められるくらい、もう驚くことでもねえけどな。鍵閉められることに慣れちゃダメでしょ。すぐ隣の緑っぽい機械はなんだ？ゲート開閉と書かれた機械、カード式の鍵を使うようだ。カードキーがどこかにあるってことでしょうか。それを見つければ脱出できるってことかな。壁には何か引っかいたような跡が残っている。苦しんだ跡がたくさんでしゅ。壁に汚れがこびりついている。B6 から自力でここまで来れた奴が他にもいたのか？壁にたくさんのテレビが配置されている。電気椅子の刑を突破した輩が他にもいたと？机の上に鍵が置かれている。金庫の鍵を手に入れた。金庫、カッコ台、と書かれている鍵。この鍵、ここじゃ使えないな。使えないなら、そんなもんいじってもどうにもなんねえだろ。金庫っぽいのならすぐ近くにあるね。
箱はしっかりと閉じられている。鍵穴もなく、何かの仕掛けがあるようだ。鍵穴のない箱ですか？どうすれば開くかな？天秤が置かれている。金庫には鍵がかかっている。先ほど入手した金庫の鍵を使用してみましょう。あ、これじゃないみたいね。金庫台ってことだから、他にでかいのがあるんだろう。その赤いの何？人の形をしたものが赤黒く変色して横たわっている。うわ？毒ガスに蝕まれてボロボロになってるよ。ここで死んだら二人ともこうなるのか。地面に文字が書かれている。醜い足の男。ここに横たわる男は、育児もないのに、その足で命を踏みにじった愚かな人殺し。罪と自覚し、それに苦しむならば、その足を捨てればよいのに、それすらできぬ。結局、その両足を、永遠に地獄を彷徨うために使うしかない愚かな罪人。この死体は生前、誰かを蹴り殺したんでしょうか。中には日用品が入っている。中には何も入っていない。扉が歪んでいて、固く閉じている。上の方に空間みたいなのない？あ、よく見たら何かあるね。引っかいたような跡が壁の上に続いている。高すぎて登れそうにないな。ボロボロのマットレスが置いてある。箱には何も入っていない。近くの箱とか積み上げれば登れそうには見えますが。ザックに肩車してもらうとかは？ザックがレイチェルを肩車か、微笑ましそうだな。そうかな。金庫には鍵がかかっている。金庫台ってこれのことですよね。早速使用しまし。金庫の鍵が開いた。何入ってるかな？金庫の中には、リモコンのようなものが一つだけ入っていた。リモコンを手に入れた。リモコン。おい、それだけかよ。うん、テレビに使えるんじゃね？ああ、俺でも入れそうなくらいにでかい金庫のくせして、そんだけかよ。でかいだけで、ろくなもん入ってねえ金庫とか、最悪の粗大ゴミだな。金庫の中には何も入っていない。テレビのリモコンのようだ。何もないところでリモコンのボタンを押しても意味がない。うん、リモコン。フェイクタイム。頭が。快速音に発狂しない。コードに繋がれたガスマスクが一人分だけ置かれている。繋がってるコードが短い。持っていけれないな。なんで一個だけガスマスクが？少しの間だけガスマスク使える猶予あるのかもな。L, R, L, R, ストップ&ダッシュ&キルノもボカロ発狂しない。ボーブーサップがバーボーベース。だからリモコン繋がりで発狂しない。はーい。ごきげんよう。これは、罪人向けのビデオとなっております。ただいまより、罪人の方にご説明をさせていただきます。ここから出して。この部屋の処刑は、ちょっと贅沢に作っております。密閉性の高い室内で、外に空気を漏らしません。もちろん窓ガラスも強化ガラスで、叩いても割れません。そんな室内に、素敵なものが充満します。排毒ガス系きましたわー。ひどいこと思いつくな。それは、罪人を優しく死にいたら閉めてくれる、特製の、毒ガスです。さっさとカードキーさえ見つかれば出られそうだが。ちょ、もう始まるの？そうそう、もちろん脱出方法がないわけではありません。慈悲を込めて、使い古された今にも壊れそうなガスマスクを、一つだけ、用意してあります。足りないよ。マスクが壊れて、毒が体に回る前に脱出できるように、せいぜい頑張ってくださいませー。どうしよう。脱獄犯も、また魅力的な罪人。私、嫌いじゃありません。このババア。でも、魅力的になれないようなら、素直に毒ガスで死んでね。その目つきマジやめて。あ、そうそう。もしなかなか死なないと退屈だから、タイムリミットをつけてまーす。その時間を過ぎると、もっと強力なガスをプレゼント。余計なことしなくていいよ。大体のリミットは、テレビで確認できまーす。さて、数秒後には毒ガスタイムスタートでーす。それでは、素敵な時間をお過ごしくださーい。やばいよどうしよう。おい、どうする？まずはどっちがガスマスクつけるかだな。レイちゃんが先じゃない？説明じゃ。脱出する方法がないわけじゃないって言ってた。頑張って、脱出方法を探す。とにかく、急いでガスマスクをつけよう。電気椅子で長時間痺れてもピンピンしてるザックなら、しばらく毒ガス吸い込んでも大丈夫かもね。おい、俺がこれをつけんのか？ザックからですと。うん、このガスマスク、コードがついていて、ここから動かせないから。部屋を調べる人は使えないから、今はザックが使っていて。わかったけどよ。それでてめえが死んだら、どうすんだ？さあ、じゃなくて。さあ、じゃねえだろ。お前が死んだら、俺は出れねえんだ。考えろよ。じゃあ、ある程度したら調べるの交代してもらう。それでもいい？仕方ねえな。勝手に死なれるよりマシだ。なるほど、先に頭の悪いザックに任せるのは厳しいと判断したんだな。そっか、最初にザックに任せちゃうと何の収穫もなく交代になりかねないね。マスクの調子どうですか？早くしろよ、マスクつけんのうざってんだ。喋りづれえし、なんかほこりくせえし。だからあんまり話しかけんな。ほこりくさいって、それちゃんと聞いてるんでしょうか？あ、なんだよ。そのマスク、ちゃんと息ができる？いちいちうっせえな。ミラー、わかんだろ。息してなきゃ、そりゃ死んでんだ。今は毒ガス濃度がまだ低いはずだから、マスクの有無に関わらず息できるはずだな。つうかこのマスクくせえ。
喋ると鼻につくんだよ。え？我慢してね。中では吐かないで。マジで吐くなよ。うっせえ。つうか、このマスクに何の意味があるんだよ。ガスマスク知らないとは思いませんでした。毒を吸わないように、ガスをろ過してくれる。あ、お前の説明でわかんねえよ。毒を吸わないようにするでわかんないなら、どう説明すらいいのよ。もうちょっと話してみる？そのマスクは、毒ガスをきれいな空気にしてくれるもの。だから外さないで。ああ、空気をきれいにだ。さすがにこの説明ならわかるのでは？便利だな、おい。便利なんだよ。うん。理解してくれたはいいけど、そんなのんびりしててもいいの？おい、じゃあお前は毒吸いっぱなしってわけか？鋭い質問でしゅ。そう。なる。かも。ああ、おい。てめえ、うっかり死ぬなよ。死なれたら、迷惑なんだよ。ここでくっちゃべってねえで、早くなんとかしろよ。もう、てめえの相手はしねえ。さらに話しかけたらどうなるぜ？さすがに怒るんじゃ。てめえなんか、虫だ虫。なんかわかってから、来い。じゃあそろそろ真面目に脱出方法考えていきましょうか。サイド部屋を調べまくれば何か発見できるかもしれない。片っ端から探しまくるよ。でも壁が高くて、上の方は見えないな。さっき調べた時と反応が違ってる箇所あるね。切れ目の奥に何か見える。けど、手が届かないな。もっと切れ目を多くすれば手が届きそう。ボロボロのマットレスを着る何かが部屋のどこかにないか？案外このぐちゃぐちゃ死体が切れるもの持ってたりして。あ、動かすか周りを調べるかできまっしゅ。動かせるかな？重いし、床にへばりついていて、私じゃ動かせないな。床の死体は後でザックに交代すれば動かしてもらえそうだな。周りはどう？指先っぽいところの床に、メッセージが書いてある。ダイイングメッセージですか？何これ？頭が、わかりにくいヒントは後で考えるのも手だな。この線は一体何を表してるんでしょうね。何かの位置順。左、下、右、下、右、下。あ、親切にレイちゃんが線の書き順を口ずさんでくれてまっしゅ。左下右下右下。一応覚えとくか。よく覚えられるね。上の棚に何かあるけど、手が届かないな。棚の上にあるものはザックなら届くでしょう。他に何か怪しいのは？何か使えそうなもの。ハサミを手に入れた。ハサミで切れそうなものあったっけ？あと上の棚に何かあるけど、手が届かないな。それでボロボロのマットレス切れるんじゃないかな？試してみましょう。あ、先にアイテムをその場で使用した時の反応を見てみまっしゅ。特にハサミで切れそうなものはないな。では改めてマットレス切りましょう。このマットレス、ハサミで切ってみよう。急いで切って取り出してねー。ガスマスクの残量のこともあるかもだから。マットレスから鍵が出てきた。鍵を手に入れた。小さな鉄製の鍵。ここで使う鍵じゃない。鍵がかかってる箇所は小さな金庫くらいしかないんじゃないかな。早速使ってみよう。鍵合いましように。金庫の中には針金が入っていた。針金を手に入れた。何かに使えるかな。針金だけじゃさすがにねー。少し、苦しい。それに、行き詰まってきた。少しだけ彼に探索をお願いしても大丈夫かな。さすがに毒が充満してきたようだな。これ以上は危険そうだね。曲がりやすそうな細い針金。すごく細い針金。テレビで時間確認できるんだったよね。テレビには砂時計が映されている。あ、あと何分で強力な毒ガス充填されるんでしょう。なんかあたいの知ってる砂時計と違う？上から砂が降ってきてないよね。全部下に溜まってるように見えたけど。ある程度時間が経ったらまた砂時計確認してみようぜ。ではそろそろ限界なので交代しましゅ。ザック。あ、なんだよ。調べたけど、私じゃ手の届かないところや、力が足りないところがあった。おーおー。それで？いやそこは察しろよ。具体的に言われないとわかりません。おい、言わなきゃわかんねえんだよ。何度も同じことを言わすな。毒ガスで少し苦しいし、探索を代わってほしい。ああ、早く言えよ。ただですら時間がねえのに、お前が死んだら出れなくなんだろうが。一応心配してくれてんのか？うん、心配はしてないんじゃ。じゃあ、てめえが調べられなかったところを探せばいいんだな。うん、わったよ。てめえはせいで息してろ。ザックは所詮連続殺人鬼なんでしゅよ。レイちゃんのこと心配してるだなんて思わない方が後々ショック受けなくて済みそう。そうかな。おい、返事しないね。おい、返事しろ。何？すぐ返事しろよ。てめえは見てるだけじゃ生きてるかわかんねえんだよ。生きてる。一瞬毒回りすぎて喋れないのかと思った。おい、生きてるだろうな。何？おい、俺はどうすりゃいい？聞いてました。棚の上みたいな高いところや、重いものを探してみてほしい。私じゃ、届かない。ザックは脱出のことばかり考えて人の話聞く余裕ないので、リグルも察してあげたまえ。ムームー言ってても毒にやられるだけだよ。とりあえずレイちゃんの言う通り、棚の上とか調べてみましゅよ。あ、
早速何か見つけた？いや、違うな。あかねえ。こうなら、何度もぶったたいて壊した方が早い。ぶっ壊して無理やり開けるスタイルね。ひたすら連打すればいいのかな？お、やっぱいけそうだな。タンスにひび入ってるね。壊しちゃえ。だ？無駄に頑丈だな。すぐ壊れそうに見えて、意外と硬いみたいね。おっしゃ、壊れろ壊れろ。これだけひび入ったら壊れてもいいでしょ。まだ時間はあるから慌てない慌てない。早く、ばらけろよ。しつこいタンスだなもう。そこまでせんでも壊れるわ。ほら見ろ、こうすんのが一番早い。中は何が入ってんだ？どれどれ？中には、掃除用のブラシが入っていた。こんなもの、何の役に立つんだろう。ブラシを手に入れた。だよ、バカみてえにつまんねえもんしか入ってねえな。掃除用のブラシ。チクチクすんな、これ。ブラシを触って遊ぶものではないよ。他のモザック専用のセリフ用意されてそうだな。小さい歯だな。切れんのか、これ。もしかして挟み始めてみたの？刃物はかましか使ってこなかったんだろうか。切ったねえ布だな、おい。その布のおかげで釜を拾えたんでしゅよ。お次は針金。ああ、だこれ、何に使うんだ？それはまだわかりません。リモコンくらいは知ってるよね。ああ、この赤いの電源か？でも何も反応しねえな。テレビに向けて押さないと。やっぱあたいよりバカだ。最後にネームボードでしゅ。俺から見ればただの板だな、こや。扉は壊れている。中にはもう何もない。隣のタンスなら上に何かあるな。袋と棒のようなものが見えましゅね。棚の上にあるもんを取れってか？これくらい届かねえのかよ。チビは面倒だな。そんなことで文句言うなよ。失礼でしょ。重しを手に入れた。ああ？袋の中には鉄の塊しか入ってねえぞ。いくつかの重しが入った袋。なんだこれ。重いだけで邪魔だな。天秤で使えるかもね。次は棒みたいなの取ってもらいましゅ。ああ、めぼしいもんはねえな。お、あいつが言ってたのは、この上の棚のやつか？そうでしゅ。よくできました。かき棒を手に入れた。先端が細く、曲がっている鉄の棒。あ、何に使うんだこれ。近くに暖炉みたいなのは全くないよね。おそらく別の用途で使うんじゃないかな。したいか、これ。ザックなら余裕で動かせるよね。先に周りを見てみましゅ。たく、死んでる人間を観察する気持ち悪い趣味はねえのによ。あ、でもなんか書いてんのか。右下左下左下、あ、違う。左下右下右下だぜ。何のことかわかんないよね。意味わかんねえ。死ぬ気でヒント残すんだったら、もっとちゃんとヒント残せよ。線を書くだけで精一杯だったんでしゅよ。何のヒントかまで書いてる余裕はなかったんでしょう。ああ、何にもねえな。しかも、足が取れちまった。おえ？ああ、違うな。取れたんじゃねえ。元から足が切れてやがったんだな。しゃあねえ、あいつにはこの足でも持ってくか。どうしてそういう発想になるの？足を手に入れた。切れた足、腐りかけている。この足、切り口がすっぱりいってんな。一体何を考えて足を持っていこうと思ったのか謎だぜ。そんなもの何の役にも立たないでしょ。さっき動かしたけど、何もねえし。足もねえ。なあ、あんもねえな。足がないのはあんたが勝手に拾ったからだよ。あ、現時点で砂時計どうなってるか確認しようぜ。どれどれ。あ、前より砂の量が増えてる。全部落ちきってるようにしか見えないけど。多分マックスになればガス濃度アップなんだろう。だねえ。よくひと殺してるはずなのに気を見て汚いとか発言してまっしゅ。なんか書いてんな。ザックには読めないので関係ないでしょう。あ、そういやこの上が。お？ザックなら近くの箱に乗れば届く？上になんかあんな。探索お願いしましゅ。あらや、これは厳しそうだな。ザックでもダメか。ち、届かねえ。クソが。絶対あそこの奥に何かありそうだよね。気持ち悪い。なんだこれ？ムカムカしやがる。ストレスってやつか？バカみてえにだりーし、もう俺わかんねえし、戻るか。毒ガスにやられてんだよ。レイチェルからわかりやすく説明受けてるはずなのに理解してなかったか。まあとりあえず交代交代。おい。何？これ以上、何すりゃいいか全然わかんねえ。そう。じゃあ交代しよう。おお、頼むわ。隊長はちゃんと戻ったかな？取ったもんは、てめえに渡す。俺は使い道わかんねえし、調べてなんとかしろよ。ヒカキ棒、重り、ブラシ。足にはさすがに引いてるだろうな。ブラシとかマジで使い道ねえよな。ブラシよりも。だよ、文句あんのか。仕方ねえだろ。くだらねえもんしかねえんだからよ。頑張る。ブラシよりもって言ってたけど、何のこと言ってたんでしょう。アイテム調べてみようぜ。掃除する場所じゃない。ブラシで掃除できる場所がどこかにあるのかな。次はヒカキ棒でしゅ。何かに使えるかな。何かって言われただけじゃ思いつかないでしゅね。次は重しが入った袋。結構重いな。それは天秤で使用するんだろう。足はどうするのかな。足、さすがに顔しかめてましゅねレイちゃん。
とりあえず今思いつくのは、天秤に重しを乗せてみることでしゅ。あら、全然置こうとしないな。天秤じゃないならどこで使うの？全然わかんなくなっちゃった。砂時計は残り半分。急がないと窒息死してしまう。そういやザックが来たねって発言した箇所あったよな。ここだよね。この汚れ、何かで落とせないかな。お、ナイスヒントでしゅ、レイちゃん。ブラシの使用箇所は間違いなくここでしょう。綺麗にすれば何かあるんでしょうか？あ、文字が。ブラシは赤黒く汚れてしまった。シミを取り除いた壁には、文字が刻まれていた。罪を犯したのは体のどの部分か。それを自覚するならば、そこを切り捨てよ。天秤にその部分と、罪を並べ、重さを揃えるがいい。ただ、もしそれが魂というならば、決して望みは報われぬ。天秤に、罪を犯した部分と重さを揃える。ザックが持ってきた足は無駄ではなかったな。天秤に足を乗せるとか思いつかないでしゅって。まず、天秤に罪を犯した部分っていうのを置けばいいのかな。アイテムセレクト画面が表示されました。勝手にアイテム候補が出てくるタイプの謎解きもあるんだな。足を乗せたら次は？あと、もう片方に重りを置いて。あ、勝手にやってくれてる？箱が開いた？天秤の重さ揃えるだけで開くって意味不明な仕掛けだねー。中には、古い電池式ランタンが入っていた。電池式ランタンを手に入れた。電池は入ってないみたい。え？電池入ってないなら使えにゃん。他に探す場所はあるかな？少し思いつかない。大方探し終わったか？黙ってちゃわからない。か。でもザックは、相談とか、乗ってくれるかな？電池で光るランタンのようだが、電池が入っていない。電池があれば、つくんだろうけど。とりあえず再び手詰まりみたいなので、ザックのところに戻りまっしゅ。ちょっと相談したいことがあるんですけど。ザック。あ、どうした？出れる方法見つかったのか？うん。はぁ？早くしろよ。うん。じゃあ、なんだよ、また交代か？ザック怒るかもしれないけど、相談したいなら言うしかないよ。あのね、聞きたいことがあって。あ、なんだよ、早く言えよ。もう手詰まりでしゅ。私もう、探す場所がわからないから。ザックはどこか、他に探せそうな場所を思いついたりする？おーおー、俺が、思いつく場所？うん。お前が見つけられねえのに、俺がわかる場所なんて。まだあそこがあったよな。ああ、一つあったな。どこ？壁の上によう、なんか凹んでる場所があったんだよ。でも、俺が横の箱みてえのに乗っても届かねえし、お前でもっと届かねえ。そう？困ったな。物忘れの激しいザックが覚えてたことに衝撃。おい、レイ。お前、そこまでついてこい。でも、マスクが。さっきから聞いてねえ。多分壊れたから、もういらねえよ。ついにマスクが壊れちゃった。ここからは時間との勝負だな。もたもたしてられませんね。ザックに何か考えが？ザック？来たな。じゃあ、行くぞ。え？お、もしや？お、一気に上まで投げちゃいました。おお、投げてみるもんだな。肩車の方が安全じゃない？ギリギリ届かないかもだろ。おい、ぼーっとしてねえで早く調べてこいよ。うん、もう一度下に下ろしてもらうことは？何やってんだ、早く行けよ。あ、はい、わかりました。穴が開いている。なんとか通れそう。でも暗い。確か、電池式のランタンがあったけど、電池がない。持っているもので、どうにかできないかな。ここでサイドアイテム選択でしゅ。ランタンに電池が入ってないので、このままだと明かりを照らせません。ダメだ、どうしようもない。ランタンに電池がないなら、別のものから取り出せばいいじゃないか。え、別のもの？他に電池なんて。あ、ちょっと待てよ。電池ならリモコンの中に。お、さすがリブル。その発想できなかった。リモコン、中に電池があるはず。電池を交換していきましゅ。これで、ランタンに明かりがつく。ではダクトの中に入っていきましゅが、B4 の時みたいに電池残量少なかったりするのは勘弁してねー。狭い。うへい？進むのはいいけど、戻る時は後ろ向いて戻らないと。一人称視点でダクト内を進んでいくのは恨みっこ以来かな。トラウマ思い出すからやめてー。あ、二手に分かれてるねー。どっち行ったらいいんだろう？ここから左下右下右下って進むのでは？ああ、あのヒントはダクト内のルートを表してると？じゃあ、相手右行くと？行き止まり。戻らないと。行き止まりだったので最初は左が正解でしゅね。マリサが覚えてくれてるから楽勝だね。本当は自分で覚えとかないといけないんだぜ。何か穴が開いてる。何この穴？奥に何かあるな。でも、届かない。そういえば、ヒカキ棒があったはず。よし、これで。ヒカキ棒が使えてよかったでしゅ。何かに引っかかった。でも引っ張り出せない。動かせる向きも限られてる。もしかして、この穴自体が鍵になっているのかな。どの向きに動かそうか？あ、まさかここで。右下右下左下だね。全然違うやん、切るの。あら？そ
そうだっけ。左下右下右下だったよね、マリサさん。ダクトのルートかと思いきや穴の奥の仕掛けのことだったんだな。あともうちょっとで。これで解けたはず。取れた。よしよし、一発でしゅ。穴からカードキーが出てきた。お、これは。カードキーを手に入れた。これを部屋の出口にあった機械に差し込めばきっと、上に出られる。早く戻ろう。結構時間はかかっちゃったけど、結果的に一度も死なずに脱出できそうね。非常に顎に優しい謎解きだったな。それを出口の機械に入れれば出れるんだな。さっさと出よう。うん、多分。じゃあ、行くぞ。うん、次は串刺しの系だねー。あれ、レイちゃん。おい、どうした。まさか毒が回ってきてるか。視界がグラグラする。急がないと。あ？くっそ、毒回ってんのか。カード、貸せ。差し込ないだけなんだろ。それだけでいいんだよ。グリーンだよ。うん、お願い。頼んましたよ、ザック。おい、行くぞ。ちゃんとついてこいよ。いや、ついてこいじゃなくて担いであげたらどう？あ、霊の姿がないってことは一応担いでるんじゃね？じゃあ開けましょう。これに差し込めばいいんだな。うん、霊ちゃん担いであげてる、ザック優しいね。あ、うまく入らねえな。あ、なんで入らねえんだよ。慌てちゃダメだよ。ゆっくり慎重にカード差し込んで、へ？あ、なんか変な音しましたな。何したの、ザック？カード、折れやがった。最後の最後でやらかすとはさすがだな。おいおい、こんなはずじゃなかったでしょ。なんでカード折れちゃったの？知るかよ。信じられない。まさか自ら強制ゲームオーバーだなんて。自ら？いやだわ、ザック。カードを入れる向きが違うわよ。おかしくって笑いが止まらないわ。今は感情を抑えたまえリブル。うるせえ。じゃあ、わかりやすくしとけよ。ここまで来たら相手も同然だ。開けろ。開けろ開けろ。確かに、まだ罰を下したりないけど。罪人はルールを守らないと。ね、開けてくれてもいいじゃないの。さて、強制ゲームオーバーですもの。仕方がないから、もっと強い毒ガスをプレゼントしてあげる。知ってる？毒ガスって高いんだから、この贅沢な罪人ども。さあ、苦しんでちょうだいね。命がけでやってきたことは知ってるが、やっちゃったことはもうしょうがない。このクソ女が。ザック、え、レイちゃんどうしたの？だよ。あなたとの約束って、ここから出ないと、叶わないんだっけ？ああ、こんな時に何言ってんだ。答えて。答えようによっては。そうだよ。俺がここから行って出ることが最低条件だ。それでいい。わかった。私、頑張る。でも、助かるかわからない。それでもいい？どうせ、このままじゃ死ぬ。なんだっていい、やれよ。どうやらレイちゃんに秘策があるようなんでしゅが。このガスは可燃性かもしれない。時間差で発火すれば、爆発を起こせるかもしれない。電池が欲しい。時間差で爆発を狙うでしょ。電池ならランタンに入ってるよね。取り出しましゅ。ランタンから、電池を抜き取る。そして、この電池につなぐことで、電気の熱を通すものをくっつける。電気の熱を通すものなら、針金一択でしゅよね。なんでそんなすぐにわかるのさ。そして、その熱で発火するものを針金に巻きつける。熱で燃えるものであれば。わかった、布でしょ。燃えた瞬間ガスに引火して爆発でしゅね。ザック、これを壊さないようにこの部屋の出口に置いて。しかしこのままでは爆発させると危険だな。これでいいか？うん、これが燃えれば爆発するかも。ああ、だそれ、死ぬじゃねえか。だから、早く、隠れる場所へ移動しよう。んなもんどこにあんだよ。あったでしょ、ちょっと狭いけど、頑丈で、大きくて、ザックも多分、入れそうなところ。なるほど、その手があったな。これなら助かるかもな。まどろっこしい言い方すんな。そこに入ればいいんだな。どこに入ればいいだって？隠れられる場所？狭くて頑丈で大きい。そうか、わかりました。このでかい金庫の中に避難しておけば。なるほど、あたい天才ね。キルノが考えたんじゃないでしょ。さあ、あとは爆発で入り口の扉を粉砕できるかどうかだな。結構厳重な鉄皮でしたよね。それが爆発で開封するなら、頑丈な金庫ももしかしたら。うおー、これはあっちぃ。金庫まで粉々になりませんように。二人が無事なのをお祈りするしかないな。しかしすごいでしゅねー。こんな危機的状況下で超冷静に突破口を思いつくなんて。くそ、あっちい。もう、出るぞ。うまくいったね。作戦成功でしゅ。プニプニ屈伸換気してる場合じゃないと思うぜ。入り口がちゃんと開いてるかどうかがまだわからないじゃないか。それもそうでしゅね。まあなんとかなるんじゃない。マジかよ。マジでしゅよ。生きてるよ。おい、生きてんだ。これで出口が開いてんなら、さっさとここから出ちまうぞ。あ、見事に入り口が開いてましゅ。毒ガス系も大したことなかったじゃん。超大したことあったわ。レイちゃんのおかげだよ、ほんと。やっと、屈伸部屋から出られたな。つーか、あんなことになるなんてよ。あいつも思ってもなかったろうな。
こっちもザップがカードキー折ってしまうとは思わなかったよ。おい、しっかりしろよ。うん。私、役に立てた？そりゃあ、お前、爆発させて何もかんもぶっ飛ばしたんだからな。やってやったって気分だな。やってやったのはレイちゃんだよ。そう、さあこのまま串刺しの刑もどんどん突破しよう。おい、ここに来てくたばんなよ。うん、大丈夫。毒ガスは抜けてる？当てになんねえ顔して何言ってんだ。大丈夫、私のことは気にしないで。ちょっと無理してる感じがあるかな。毒が抜けきってないなら休んだ方がいいよ。じゃあ、行くぞ。死なれちゃ困るけどよ、先にも進まねえとな。わかってる。大丈夫、動ける。これで残りは串刺しと注射だけだから、あと半分で B2 だね。このまま次に突撃だよ。いや、結構時間経ってるから休憩だよね。そうだな、ここで一旦切ろうか。だが、一つだけちょっと確認させてくれ。どうしたの？ダイイングメッセージ通りに回す仕掛けの箇所だぜ。ここでわざと間違えたらどうなるかな？ダメだ、違った。へぇ、間違えた瞬間強制的にやり直しなのね。出口まで戻ろう。確か、あの死体が何か書いてた。もしかすると、ここのヒントかも。ここで戻ることでもう一度下に降りて確認しに行くことができるみたいだね。ザック、そこの死体が書いた赤い線の絵を見てきてほしい。あ、俺が見んのかよ。私が降りた方がいい？またお前をぶん投げんのかよ。しゃあねえな、見てきてやるよ。その線の、上から下に進む順番を教えて。レイチェルがザックに見に行かせるんだな。覚えられるかな？左、下、右、下、右、下、だ。ザックが覚えてる。わかった。もう一度調べてもらうことは？ごめんなさい、ザック。もう一度赤い線の絵を見てきて。あ？ふざけんなよ。ごめんなさい、でもお願い。レイチェルがザックをこき使える数少ないシーンなのかな？左、下、右、下、右、下、だ。覚えろよ。わかった。ザックに覚えろよとか言われたら、あたいちょっと自信なくすかも。まあまあ得意不得意は人それぞれだから。いや、散るのは妖精だから仕方ないない。バカにすんな。クロアト様、ミヤマ様、アリス様、KHR 様、伝説の超ニーズマ様、ヤマネコ様、ファンアートありがとうございました。今回ファンムービーはなかったので以上だよ。次回も引き続き刑罰に耐えて頑張っていきますぜ。最後までご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。串刺しも注射も痛くない。